全国の池や湖で一年を通じて楽しめる釣りがヘラブナ釣り。比較的身近な場所で初心者からベテランまで楽しめるとあって人気の釣り。ということで今回は管理釣り場でのヘラブナ釣りに挑むべく、埼玉県狭山市にある前山の池にやってきました。今日は海じゃなくて池で釣るんだよね。そうなの。ヘラブナっていう、私たちみたいな初心者から上級者まで夢中になれる釣りなんだって。楽しみだね。すごい。あ、伊藤さん、いらっしゃいませ。おはようございます。おはようございます。待ってましたよ。はい、はじめまして。今日はよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。寒くないですか？寒くないです。ヘラブナ釣りを一から教えてくれるのは伊藤聡さん。あらゆるフィールドで繊細かつ理論的な釣りをするヘラブナ釣りの名手です。よいしょ。予定通りのいい当たりで。質問がある人いる？あ、はい、はい、波とかがないじゃないですか。ないない。なのでなんかこう波があれば魚がこう動いてこう、うん、わーってくるような気がしするんですけど、うん、池だとそれがないから、はい、こう自分がこういっぱい動いた方がいいのかとかいろいろ。でそのために今日は魚を寄せるために餌を打つの。自分のポイントに。で今日は浮きを見てツンって入ったら魚が食べてる時だから、うん、魚食べたなと思ったら合わせる。じゃあ最初はもうタイミングを見計らうのが大変ですね。ヘラブナ釣りは最初に餌を何度も打ってヘラブナを寄せることから始まります。釣り方はいろいろありますが、今回はどんな仕掛けでどんな餌を使うのでしょうか？本当はいろんな種類を混ぜてもいいんだけど難しくなっちゃうんで、そうビギナーの人にはもう最初からこういうふうにもうブレンドされてる餌があるのね。これが餌なんですか？これが餌です。これまだで後ろを見てもらうと、この餌が4杯、水が 1でできちゃう。もうそうやって書いてあるんですね。書いてあるの。こういう粉になってます。入れます。はい、で入れてこうやってかき回していくの。これでだんだんとこういうふうに練っていくと、そう少しずつまとまってくるの。なんでこれで魚が寄るか、これを落としてみると、あ、溶けてく。ほら、少しずつ溶けて、ほら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 、これをこれがばらけていくっていう言うんだけど、でもこれだとほらすぐ溶けちゃって食べにくいでしょ。確かに食べにくそう。そう、だから今日はこの餌で魚を寄せて、この餌でうどんなのね。うどん、うどん、こんな色して。ほら。あ、本当だ。うどんだ。でこれが小さく切ってあるから。はい、今日は上の針にこの餌をつけて、下の針にこの餌をこういうふうにつけてある、うん、そうするとここでさっきの寄せる餌が魚、はい、おいでって寄るでしょ。魚がこう来ながら、おっとっつってこれこっちに持って。そう、仕掛けはもう極めてシンプルですね。竿があって、道糸があって、浮きがついて、でその下には、重りがあって、スイベルがあって、上の針にバラケエサをつけて、下の針にクワセエサをつけると。右手の竿を少し上に持ち上げる。仕掛けを理解したら振り込みの練習をして、いよいよ実調です。いいじゃないですか。準備できました。はい。あ、餌も丸めといてくれたの。もそうなんです、丸めました。いくつか1、2、3、4、5。大きさいいね、このぐらいで。あ、本当ですか？うん、全然大丈夫。はい。そしたら今度はこの魚を寄せるための上の針に、はい、そう丸めてくれた餌をつける、はい、つけ方は餌の上からこの針を入れてあげるの。お、ね、そしたら抜けないようにここで今度3回ぐらいもう1回締めるというか、そう今度は食べやすいうどんをつけてあげる。うどんを。ここのコツは、はい、針先をここに出してあげるの。あ、
がかかりやすい、うん、かかりやすい、ね、打ってあげる、はい、さあここから糸が今水面に浮いてるんで少し竿を引っ張ってあげるとこに糸が道糸が沈むん で、はい、で竿を持って、はい、うん、で今あどんどん沈んでた、そう2つの餌をつけたんで、はい、その餌の重さがトップに出てるのね。あーなるほど、一回沈むのは餌の重さなんですね。でここから上がってくるのは餌が溶けて、あほら上がってきたでしょ、今赤いのがどんどん見えてきた、あ緑も出てきた、これで下の餌はついてるんだけど、はい、上の餌は落ちた、ほどけてしまったという、 そしたらここでもう上げてみればいいですか、ほらね、あ本当だ、黄色い餌はついてて上の餌でもこの餌はどんどん打つことによって魚が寄ってくるから、はい、そしたら特別サービスでもう一回、あありがとうございます、針を持って餌を、の餌の中に針を入れて 3,4 回ギュッギュッと、じゃあ今度打ってみましょう、はい、同じところに打つんだよ、そうじゃないと魚寄らないからね、あちょっと遠い、あショートまあいいよそこで、これ同じ場所に入れるっていうのが難しいですね、そうしないと最初に打ったところと多分今1メーターぐらい手前だから、はい、魚どっちに行っていいんだかあー難しいですね、でここでもう餌が取れたと、はい、言ったらまた打ち替えてあげる、おまずこれ第一段階、はいね、でこれでまず10発ぐらいは一生懸命同じところに行くように餌打ってみましょう、うん、はいやってみます、入れて、うん、あれ伊藤さんすごい簡単にやってたのに全然あれつかない、つかない、うん、そうなん、そこが意外とね難しいところ、ね、意外と見てる分には簡単そうだったのに、うん、頑張れ、さっき1回目にやったところに、うん、いいよ、行ったじゃん、あ行きましたね、行ったじゃん、最初は一つ一つの動きを確認しながらの釣り、みんな頑張ってね、割れちゃう、あ割れちゃう、あどうですか、ちょっと針が全部隠れるぐらいまで、あもう押し切っちゃって、そう、 そう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 、これでギュッとギュッと、いけいけ、ちょっと近かったですか、大丈夫、これで、で竿、あ、もう大丈夫だよ、あ、沈んだ、うん、全く見えないから、水の中が、うん、寄ってるのかは全然わかんないですよね、 そのサインは全部この浮きを見るしかないんで、はい、追加、はい、おー、ついた、ついた、同じとこだよ、よし、いいとこ行った、お、いるな、あ、ほらほら少し動いてるでしょ、今確実に魚がそばにいてこう水が動いてね、浮きが少し変化したから、よし、そしたらまた餌付け替えちゃおう、はい、みんな餌を何度も打ち込み徐々にヘラが寄ってきたみたい、最初に釣り上げるのは誰でしょう、チビを切ったのは、あー来た、釣れてる、釣れてる、ゆっくりゆっくり、そのまんまでいいよ、はい、そのまんまで、どこにいるんだろう、そしたらこれをこちら持ってから、こちら持ってる、はい、で、すくってあげる、そうだよ、釣れた後のこと言ってなかったもんな、大丈夫大丈夫大丈夫、もう外れないから大丈夫、あよかった、よいしょ、真剣やった、1匹目、すごい当たった、ちょっとそれ外してあげればいいよ、針、もうがっちり食ってたよ、引っ張られる感じがすっごいありました、なんか釣りがいがある、またねまたね、元気でね、あ、行った、よかった、やっと釣れました、どんな感じでした、え、なんだろう、な、うん、なんで分かったのかも分かんないです、真っ白の状態今なんかみたいな真っ白の状態、タイミング
っていうわけでもなかったです今。でも木動いた。動きました。じゃあもうそれで大丈夫だよ。ちょっと達成感よし頑張ろう。もう一匹、うん、よし。まずは千尋ちゃんがゲット。他の二人も続けるかな。同じとこに餌を投げるのがすごい難しいんですよね。あ、今のでもまだまだまだいる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 。動いてましたよね。動いてる動いてる。間違いなくそばにいる。でここでもう待たないでもう次の餌打っちゃう。釣れそうじゃないですか。そんなことない。もうすぐ釣れる気がする。はい、よし、そこでいい。よいで、置いて、竿を置いて、うん、そう。当たった、当たった、あ、当たった、あ、当たった、押せ、押せ、押せ。遅かった。分かんなかった、すいません。いや、あの、あれに、あー、動いた、ね、動いてた、すっごい動いてた、今、こんな差は曲げなくていい、曲げなくていい、曲げなくていい、よし、どこ行った。そのまま奥、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 置いちゃうよ。さあ、まだ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 、うん、分からん。動いて、うん、頑張ったかな。帰ろうがいいですか。よいしょ、いいよ、どん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 打ち返ちゃう。どんどん打ち返ちゃえば。外れたじゃん今、竿曲がったもんね。曲がりましたね。沈んでた。そろそろ準備かな。じゃん、悔しい。しかもなんか、あ、悔しい。当たりはあるがうまく合わせられない。そしてしばらく釣れない時間が続いてしまう。そこで休憩に合わせて一度伊藤さんにお手本を見せてもらうことに。まずこうやって真正面に打つよね。はい、そうで糸を沈めてもう待つ。でこの時にもう次で次の左手でも次の人こうやって準備しとくのね。こうやってすごい、 それがすごいですね。でここでもう待ってんの。こうやって持ってもうこの辺で浮きが動かなかったらもうこうやって切っちゃって、で糸を持ったらすぐにこっちで右手で針を持ってあげてもうこれですぐ。上がってくるまで待たなくていいってことですか。最初はね。そうだからこの後みんなやるときに浮きが沈んで一呼吸置いてこの辺でふわふわってなってれば待つけど、なんないじゃん。そしたらもうで糸を掴んで竿を置いて針を持ってつけて押さえて流れるような、そうこのぐらいのリズムで。そう、効率がめっちゃ。だから少しみんなのとこに行って5発ぐらい打つともうなんか変化が出たのはいるんだよ、もう周りにいっぱい、うん、そう、それが浮きの下に来るか来ないかの差だけなんで、うん、で魚が来る時にはこの辺で、うん、おおおこんなに早くもやっとこういうふうにそう変化をしたりするから。すごい、これ新部屋だね。ほらこれ入れたばっかりの部屋だね。でこういうふうにね、たまにこうやってうまくいくときがあるんだよ。ほら、こうやってもう、うん、綺麗にかかってますね。で、魚もすごいでしょ、ほら、あ、綺麗。なんかみんな釣れる気になってきたでしょ、今の見て。なんか、うん、釣れる気、ね、伊藤さんがやってるのを見るとなんか簡単そうに見えるんですけど、いざやってみるとそうでもないんですよね。同じ場所に行かない、うん、伊藤さんの鮮やかな釣りを見て
釣れるイメージを頭に入れた3人、これからが頑張りどころ。